アスルプラロ沼津の本拠地アシタカスタジアムは照明の明るさが J リーグの基準1500ルクスを大きく下回る500ルクスしかありませんこのままだとライセンスを失う可能性があるため来シーズンの申請期限の今月中に改修のめどを立てる必要がありましたスタジアムの改修にはおよそ1億円が必要とされていてこれまでチームは クラウドファンディングなどでおよそ8000万円を集めましたがまだ2000万円ほど不足していましたこのため市はスタジアムの回収費として2000万円と企業版ふるさと納税で集められた4500万円合わせて6500万円を盛り込んだ補正予算案をあす開会する6月議会に上呈するということです補正予算案が可決されれば、ようやく、 回収のめどが立つことになります。